オリスト YouTube。 もう前編言ってもらって、俺がどんどん乗っかるって。あ、オッケーオッケーオッケー。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事に潮にを挟んで、忘れないように、腐らないように、嵐のように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを話したくない。ですね。そんなんじゃないっちゃけどね。この人すごいタイプなんやけど。君あかり、どんな声を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手に寝込んで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降って少年になっても僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って、抱きしめ合って、愛し合って、ジーニーのように魔法のランプ奏でて笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も言いようはないけど、君のことを守りたいんだ。ここが面白いけどね。このここのコード進行。確かに確かに。行く、行ってる、行ってる。嵐のように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことをジーニーのように魔法のランプ奏でて笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない、だけど君を守りたいんだ。いや、このアコギのさ、まあまあカラオケバージョンはキャンプギだけど、感想一回一回だけ。なんか喋らないかんって思ってしまう。喋らんでいいかね。俺もイエーイイエーイ。いい曲ですね。乗り切ろうぜ。せーの、本によかよかまた今度オリスト YouTube。 はい、 See you。 え？です。また見てね。